演劇集団青の会 YouTube チャンネル、まめです。高橋です。あいな、はい。微妙に揃ったっす。うん、揃ってなかった。ダメか、うん、そう、ということで、あん、なんとなんとですよ、まめさん。何？朗報です。お、朗報。あの、8月にまた再販が決定しましたよ。何の？みそきん。おー、みそきん。おー、やったー。ついに日付が決まりまして、うん、あのツイッターで見たんですけど、うんうんうん、あの8月10日やったー。8月って言ったもんね。そうなんですよ。8月のいつって今か今かと待っていたら、うん、結構早い段階だった。8月10日って待ってた。私も待ってた。ありがとうございます。あざます。で、今回もまた全国のセブンイレブンさんで順次発売ということで。順次。はい。三重県は順次どれくらいやもんね。とりあえず10日に行ってみようかなと思ってます。私も欲しい、今回は。お、あの、食べたかった。どうしても食べたかった。一人でこう、うん、あの贅沢食べしたかった。一個ね、うん、そうなのね。なんかね、前ね、みんなでこう分け分けね、そうしたからね。なので、うん、あのもうちょっと欲しいっていう。もうちょっと食べたかった。もうちょい食べたかった。意見が多かった。うん。そう、5月にね、あのアップさせていただいてる動画がありまして、そこで3人で分け分けして、うん、そうなのね、食べてるんですよね。うん、若干あっちのが多いんちゃうかなみたいな思いながら手で分けてますからね、あれね。そう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 。だから、あれみたいな。あれ、それもちょっとちょっと心の中で思いながら。そんな山根さんか。うん、食べなさってもやっぱり。美味しかったですもんね、あれね。美味しかった。もうなんか、あの全部飲み干すぐらいの、うん、あの味噌ラーメン好きなんよ。あ、言っとったっすね。そうなん。豚骨と味噌と塩が好きで、うんうん、ほうほうほう。これはね、あとはね、食べたいものはその時の気分によって変わるの。なるほど、うん、こう順番なんですね。そう、今日は味噌みたいな。今日は豚骨みたいな。マルさんの中でドゥルルルドゥンってなると。そう好きなの。味噌、豚骨ってなる。うん、そうなの。いや、マジで美味しいですからね。うん、もう一回食べたい。もう一回食べたい。もう一回食べたい。3回言うた、うん、3回言うたな。食べたい。なんか私の中で、うん、あのシーフードヌードルが一番好きなんですけど、うん、この味噌菌はちょっと覆してきたっす。ほうん、その順番を。あ、自分の中でのなんかカップ麺ランキングみたいな。そう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 。ほう、味噌、これはいけるんじゃっていう。結構いたね。結構あのトントンぐらいで踊り出ましたよ、味噌が。へえ、シーフード好きやってんな。シーフード好きなんですよ。知らんかったなあ。あの豚骨系のシーフードが好きなんですよね。豚骨系のシーフード。そう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 。へえ、うん、うん、そうなんだ。豚骨醤油とか豚骨ベースが好きなんですよ、基本。うーん、そで、そこに味噌菌がこう追いついてきたんです。へえ、新しいジャンルがね。そうなんですよ。二大巨頭になろうとしております。今いいんじゃないですかね。味噌おいしいもん。おいしいんですよ。なんか味噌おいしい。私の中でなんか、うん、味噌ってすごい濃いイメージがあったんですよね。ああ、うん、イメージですけど、そこをなんかこう、うん、あっさり味噌味みたいなので食べやすい。そうだね、味噌味が来たので、うん、これはっていう。ちょっと、うん、結構味噌ってガツッと味するもんね。そう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 。なんか味噌ラーメンプラス白米欲しいみたいな。うん、もうだってさ、味噌汁的な感覚なんだよ。そう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 。なのでちょっと濃いめのイメージがあったんですけど、うん、味噌菌は、いや、もちろんご飯も欲しくはなるんですけど、うん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 、なんかこうそれだけでいいよみたいな、僕主役みたいな。そう、確かに食べやすいのよ。そうなんですよ。すごくつるっと、うん、うん、ちょっとそう、あっさり、あっさり味噌、うん、すごいわかる。味噌つき出てきた。そう、熱くなんか語ってしまいそうやけど、うん、そうなのよね。なので今ちょっと踊り出たので、うん、そのあのどっちかが上かっていうのをちょっと私の中でもう一回やりたい。ああ、8月10日に発売されて、うん、もう一回食べたい。なるほど。
結果を出したいと。そう。はなんかこれであの私の敵になるか味方にこっち側の世界に来るかみたいな。いや豚骨も好きやから。おおと？そうそう、だって味噌豚骨しわろ。なんか数え方間違えとるけど。なんか両手で数えはる。なんかおかしいなと思って。今どっちも2-2だったから。なんか4つあるんだ。そう。そう、でも今度はあれも出るの。うん、名刺の方も。おお、名刺の方も出るらしいです。やった。それが食べたくて。美味しいらしいんですよね。美味しいらしいよね。それもあのラーメン、味噌ラーメンと飯もこう二分をするようなぐらいの噂を聞いたので、うんうん、なんかね、せっかく飯の方がうまい予説っていうのもあったのよ。だから食べたいの。今回2つ買いたい。うん、もう絶対買う、自分用に。もうおのれて買います。あのちょっ と, ちゃんと当日はあのちゃんと買いましたかっていうあの LINE をちょっと。そうそう、そう、当日にさ、結局私当日に買いに行けんくって、うんうん、次の日か次の日ぐらいに行ったらもうなかったよ、うんうんうん、当日当日ね、当日ダメだ、うっかりしてちゃダメなんだ。ダーって買いに行くの、今日みたいな。逃してもならんね。うん、買いに行かなかった。 OK、 あの言ってちゃんと8月10日になりましたよね。そうそう、今日っつって、今日すぐ行かなかんっつって。ずっと言い続けなかん。うん、よろしくお願いします。9日から言い続けます。はい、間違って9日言っとんの。なかったよっていう。ちょ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 、マミさん日付を超えてくださいって言って。あ、そうか、日付超えてから買いに行くパティーン、パティーンで。パティーンでもありだと思います。ありか、並ぶんかな、わって。どうなんですかね、あれタイミングってさ、どうなったんだよね。どうなんですかね、味噌菌は出て行く、ちょっとあのこそっと。あのもしっつって。味噌菌はいつ、いつって入って出てくるかもしれない。可能性はね、うん、あの東海になっとったらね、うん、あるもんね。スチャッていかなかった。分かった、スチャッていくか、うん、もうなんかその日の帰りに行くか、うん、なんとかしよう。宣言されてもね、人数分買いに行くっす。己で、うん、うん。何今の微妙な返事。いや、セブン劇団拠点からセブンちょっと遠いなと思って。ちょっと長めのお散歩になるよね。うん、頑張って歩いてくっそ。そう、多分真夏のちょっと長めのお散歩はみんな危ないね。ちょっとね、命の危険があるから。あれ、高橋さんどこ行きました。帰ってこへんね。えらいこっちゃ。日傘を、うん、ちょっと、ね、あのサングラスしてます。怪しい。だいぶ怪しい人できる。でも買いに行くっす。うん、私も忘れずに行きたい、うん、と思います。ではここで動画にいただいたコメントをご紹介させていただきます。はいはい、よよあざーす。うーん、はい、どうもどうも、ういはい、はい、で、これがですね、なでしこジャパンさん、うん、ワールドカップ、うん、女子ワールドカップ、ちょっと失敗した。なんで2回も言ったかと思った。行き見すぎた。そうみたいね。女子ワールドカップがですね、今、うん、オーストラリアとニュージーランドで開催されておりまして、うん、この動画が上がる頃にはグループリーグが終わっているはずなので、うん、行っててほしいっていう思いを込めつつ、なんかちょっと結果が出とるのね。うん。その動画にいただいたコメントでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私も見ながら応援したいが仕事だなということで、ちょうどねオーストラリアなので時差が1時間ほどしかないので。ああ、そうか、しかもなんかサマータイムなんかな、なんかそんなあった気がする。なのでそんなにこう時差がないので昼の間にやってることが結構多くてですね、今回試合が。私も見やのか、うん、ただ携帯とかでか、あのもし職場にテレビがあったらっていう、こっそりこっそり小窓で見るか、もっと堂々とテレビで見せてもらうかな、うんうん、ふむ、職場全体でおーってやるか。言うてくれるといいか。か、あのちょろっとあのあかんかもしれないけど、あのヤフーでちょこってこちょこまだね。
気になるもんな、うん、そうそう、毎回土日っていうわけにもいかないので、うん、休みに合わせてもらうなんてね、うんうん、無理だかな、うん、なんですけど寝不足にはならないです。あー、そうね、うん、今回はそうだね、うんうん、見れるといいですね。そう、コメントいただいた方も ね、お昼間にで、8月もね、あの決勝まで行くと8月結構長くやってるので、最後の方まで残っていただけたらどこかで見れるはず。どこかでお仕事がどんな感じかわかんないけど多分お盆休みにもかかると思うので、おくらい長くやるはず。そっかそっか、うん、そやったら見える可能性もあるもんね、うんうん、見えますよ、見れますように、うん、そしてなでしこジャパンさん頑張ってください、頑張ってください、持ってください、はい、にゃコメントありがとうございます。いただいたコメントはご紹介させていただきますので、コメントお待ちしております。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。